はい、始まりました夢物語。イエーイ、パチ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 。はい、ということで趣旨説明をお願いします。はい、このラジオ夢物語はですね、うん、ゲストさんに様々な企業の社長様、ほう、様々な夢を持った、これから、夢に向かって羽ばたいていく、うん、今は卵の方をお招きさせていただき、はい、どういった思いでやられているのか、うん、今後どのような展望を描きながらご活躍されていくのかを語っていただく回、うん、そして各 MC がコーナー企画を持ち寄って披露する回と、さまざまなことにチャレンジする、うん、そんなラジオ番組となっております。お、素敵な番組ですね。はい、はい、さて そんなですね、素敵な番組の今回 MC を務めさせていただきます、カメレオン女優玉川ありさと、はい、愛の伝道師松山真嗣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わい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 。いやー、松山さんはじめましてですね。はじめまして、うん、よろしく。初コンビですね。そう、初コンビだね。たま&まっちゃん、たま、たま松かな、たま松ね。たま松初めてですね。そう、たま松初めてだね。はじめまして。はじめまして。ちょっとね、関係ないんだけれども、はい、玉川自身初めて、はい、あの男性と MC を組むのが初なので。初。そう、なるほど。そういった意味でね、ちょっとドキドキワクワク今回してるんですけれども。じゃあ愛伝導しますよ。おお、お楽しみに。あざす。お楽しみに。お楽しみに。さてさて、ということでですね、まっちゃん聞いて。はい。今何ですか。8月30日でしょ。はい。まあ懐かしい、ええ、もうあれですね、学生の頃はね、ええ、宿題を頑張ってたなっていう淡い思い出が続くんですけれども。宿題、ほう、そう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 、はい、まっちゃんさ、ええ、宿題をめちゃくちゃためそうなイメージあるんだけど、ええ、どうだったの宿題ですね。そう、夏休みの宿題全然やってないですよ。え。遊ぶもんですよ、夏休みは。子供の仕事は遊ぶことですから。おお、マジか。はい。え、なんでしないの。なんでですかね。もう宿題ってものはやらないものです。え、もう遊ぶためにやるんで、夏休みの。この子ダメなんだ。公共のラジオでそういうこと言っちゃいけないよ。あら、あらあら。子供たちみんな遊ぶんだよ。こらこら。いやいや、宿題をちゃんとやるべきだとたまかは思いますよ。そうですかね。うん、思う思う、本当に思う。え、ちなみにたまちゃんは宿題ちゃんとやってました。あのね、はい、たまちゃんはね、ちゃんとやってたし、はい、夏休みが始まる前にさ、はい、宿題って必ずもらうじゃない。必ずもらいますね、うん、ちょっと早めに。そう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 、はい、だからそのもらった瞬間に、はい、数学とか算数とかを必死に解いてるタイプだった。ほう、そう、偉いですね。偉いでしょ。偉いですね。でね、よくあったのが、はい、小学校の時にあの絵日記とかってあったじゃない。はい。で、絵日記ってもちろんその日のことをしか書けないじゃん。はい。なんだけど、玉川はちょっと絵日記もね、早く終わらせたかったから、ほう、未来をね、予知して書いてた。なるほど。その日にあったことを書くのが絵日記ですもんね。そう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 。早めにやっちゃってるんですよね。そう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 。なるほど、未来予想絵日記ですね。そう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 。多分お盆はこういうことしてるだろうな、はい、みたいな。なるほど。ちなみにそれはもうちゃんとなってた。ね、なってない。おー、すげえな。そう、ちょっとね、だから未来に書いた図とちょっと一言ね、はい、開けとくので、一言開けてその後ろに本当にあったことをちょろちょろって書くの。なるほどね。こうやってこう思いましたみたいな。これ来年参考にしてください、ぜひ。確かに確かに、うん、そうそう、そんな形でね、まあ、まあ宿題をね、やってるやってないってトークしてるんですけれども、はい、今回ね、学生の方聞いていただいているのであれば、はい、ぜひぜひもう宿題を終わらせてほしい。そうですね、ぜひ宿題やらないで遊んでほしい。え、おいおい。私の話聞いてたか。聞いてましたよ。遊びましょう皆さん。いや、ダメで。ダメダメダメ。あら、そうかな。ちゃんと宿題やってください。あと1日。あと1日ですね。うん、全力でやればできるよ、みんな。やればできるよ。そうそう、ネバーギブアップ、ネバーギブアップ。遊ぼう。いや、違う違う、そっちじゃねえのか。遊ぶのも重要だけどですね。そうそう、まあ、やってほしいなっていうふうに思っております、うん、はい、はい、さてさて、ということでですね、こんな形でね、松玉コンビ盛り上がっているんですけれども、はい、はい、今回ね、その最初まっちゃんに趣旨説明してもらった時に言ったように、はい、今回は MC 陣たちがですね、はい、各コーナーを持ち寄って話をするというコーナーになっておりますので、ね、はい、そうですね、そう、早速なのでね、玉川からね、じゃあお呼びしようかなと思います。はい、誰だ。ドゥルル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 。まあ、ちょっと前回のおさらいをさせていただきますと、うんうん、まあ、愛してるっていうね、日本の言葉がございますが、うん、まあ、各国のね、うん、愛してるっていう言葉をちょっと紹介したんですけど、うんうん、まあ、モンゴル語がヒーチャムドハイルタイですとか、うんうん、イタリアがティアモとか、うんうん、懐かしい、中国がウォーアイニーとか、うん、よく聞く、ありがとうございます、うんうん、まあ、そんな形で紹介したんですけども、うんうん、今回はね、英語 I love you、 お、
このね、I love you っていう言葉にね、あの言葉に対して深掘りしたいなって。あのね、愛してるって言葉一つとっても、うん、まあ、世界各国いろいろ言葉自体も違いますけど、そうですね、持ってくる意味合いっていうのもちょっと違ってくるんで、へー、ちょっと今回はあの 我らがアメリカの I love you を、うん、ぜひちょっと紹介させていただきたいなと思います、うん、はい、じゃあ聞いてる皆さんもぜひスタディしてください。スタディ、イエー、スタディ、イエー、yeah. はい、教えてください。ということで、はい、うん、始まりましたけども、うん、あの最初にですね、ちょっとタマちゃんに質問なんですけども、うん、好きな人ができた時、うん、どうしますか。玉川が好きな人ができた時、もう唐突すぎてちょっとビビってるかもしれないですけど、うん、そうだな、玉川が好きな人ができた時は、はい、とりあえずあの、仲良くなりたいから、はい、無言で距離を詰めていく、はい、なるほど、怖いっすね無言で距離を詰めていくんですか。そう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 、めっちゃ怖いっすねほう、まあ、ちょっとタマちゃんはねめちゃめちゃ特殊なんですけども、あれ違ったわ求めてた回答じゃなかったらしい、ごめんなさい、ね、いやいや、とんでもない、うん、まあ、一般的にはやっぱり、うんうん、まあ、好きな人ができたら、うん、まあ、男性であっても、うん、女性であっても、うん、付き合ってくださいと。あ、なるほど ね、うんうん、そういった言葉をかけて初めて男女の関係に、そうですな、彼氏彼女の関係になれる、うん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 、付き合っているっていう感じになって、うん、まあ、そこからデートしたりとか、うん、なんだったら会社とか学校で会ってるだけで一回もデートしたことない、うん、で付き合ってって、付き合ってから初めてデートしました、あっていうのがまあ日本では普通に、うんうん、まあ、一般的なんですけども、うん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 、アメリカ人はですね、ほう、まあ、好きになったもしくは気になった人が今いたら、うん、まあ、デートに誘うんですね、いきなり、うん、今度遊びに行こうよみたいな、うん、でどんどんそのデートを重ねていって、うんうん、まあ、お互いに気もあって、うんうん、気になってきて、うんうん、で周りの友達も認め始めたってなったら、うん、もう暗黙の了解でカップルみたいな形、え、付き合ってくださいってないの。付き合ってくださいってね言わない習慣なんですよ。そうなんです、衝撃。そうなんですよ、知らんかった。なのでね、うん、日本の方、うん、アメリカ圏内のね、うんうんうん、まあ、英語圏内の方に、うんうん、こうデート行こうよなんて言われたら、うん、あ、この人チャラいな、やっぱりアメリカ人ってチャラいのかしら、うんうん、なんて思うかもしれないんですけども、うんうん、彼らはねそんな気はね全くないかどうかは分からないですけど、うんうん、ないので、ほう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 、まあ、人によっては、うん、最高の女性を求めているんだとか言って、うんうんうん、いっぱい遊んじゃう方もいると思うんですけども、うんうん、まあ、彼らからしたらねちょっと気になってね、うん、今度デートしたいなと思って声かけてるんで、うんうん、なるほどね、はい、じゃあ今度玉川がアメリカに行った時にそうやって声をかけられたらそう思っとく、はい、そう思っといた方がいいですけど、うん、一応警戒はした方がいいですよ。分かんないんで、分かんないんで、どういう目的かまだ分からないんでね。分かりました。私に気があるのかしらってね前向きに捉えることは僕はとってもいいことだと思います、まあ、愛の伝道師だからね。そうですね、愛伝道してもういっぱい、うん、そうですね、伝道したいんで、うん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 、そんな感じですね、まあ、ちなみにそんな形なので、うんうん、そのアメリカ人とか海外の友達、彼氏がいる方、うん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 、ちょっと彼のことで心配だなって思ったら、うん、彼の友達に聞くっていうのもね。あー、なるほどね、どう思ってるのって。そう、いいと思いますよ、うん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 、友達もあなたのこと認識してくれるんじゃないかなって。なるほど、そっか、周りから攻めていかなきゃいけないんだもんね、はい、そうですね。なるほど、じゃああれだね、ちょっと考えてる女性とかの方が、はい、そういった意味で好きな意中の人をアメリカとかだと捕まえやすいってことだね。そう、周りから埋めていけば。そうですね、周りから埋めていった方がいいですね。友達から攻めていった方がいいと思いますよ。なるほどな、はい、勉強になるな。いやいや、とんでもないです。愛伝導してますね。なるほど、伝導してるね。お、ランクレベル1上がりましたね、うん、1上がった。じゃあレベル2いきますか。うん、2、2、ステップ2、うん、まあ、I love you っていう言葉なんですけども、うんうん、これね、まあ、恋愛ドラマとか見てると、うん、まあ、思わずね歯の浮くようなセリフとか言ってて、うん、嫌がってみたいな感想を持ってる方もいるかもしれないんですけども、ほうほう、まあ、日本人は愛してるなんて簡単に言うもんじゃないみたいな、うんうんうん、アメリカ人の I love you じゃないんだからみたいな。そう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 、これね大きな間違いですよ。え、これは大きな間違いですからね。え、そうなの。彼らはね、うん、I love you という言葉、うん、相当ね、相当大切に持ってます。重い意味のある言葉なんですよ。へー、決して軽々しく I love you なんて絶対言わないんです。そうなんだ。絶対言わないです。知らんかった。そうなんですよ。へー、まあ、I love you ってね本当ね結婚を見据えていたりとか、ほうほう、本当に気がある女性にしか言わないっていうね、まあ、アメリカなんですけども、へ、まあ、それをねちょっと風潮するような、うん、ちょっとドラマのワンシーンが3つございまして、ちょっとご紹介したいなと思うんですけども、うんうん、まあ、日本でも大人気な4人組女子会ドラマ、ほう、アンドザシティ。あえてそこは言わない式ね。アンドザシティ。なるほどなるほど、そうだね。シリアルキャラのサマンサっていうね女性がいるんですけども、うんうんうん、まあ、4人で食事をしているときに、うん、まあ、本当に好きな男性ができたと、うん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 、それを報告するシーンがあるんですね、うんうん、溜めて溜めて、うん、吐息混じりにサマンサが、うん、I'm in love って言うんですよ。
っていうのは悪友のね、そのね、周りのね3人が悪友なんですよ。悪い友達なんですよ。まあ見てる方分かると思うんですけど、悪い友達なんですけど、祝福の高い歓声を上げてね、ラブっていう言葉を出しただけで喜ぶっていうね、なるほど、それぐらいね、あの思い価値のある言葉なんですよ。軽々しく絶対言わない。まあ、他にもですね、まあ、大人気ドラマ、海外のですね、スーツというね弁護士ドラマがございまして、それでもまあとても印象的な I love you のシーンがあるんですけども、まあ、主人公のマイクという方が恋人のレイチェルっていう方にね、言いたいことが今日はあるって告げて、もう何を言われるか察してるんですよね、レイチェルは。ダメよダメよって戸惑うんですけども、マイクは言わずにはいられないって言って、I love you って言うんですよ。そしたらもうその瞬間強く抱きしめ合って、二人はもうロマンチックな感じになってしまうっていうね、ワンシーンがある。まあ、それぐらい、そうですね、いいですね。あ、ちょっと愛伝導してますね。ちょっとニヤニヤしてきちゃった。ニヤニヤしてますね。じゃあちょっとね、最後落としますよ。おうおうおお。まあ、コメディドラマなんですけども、ママと恋に落ちるまでっていうね、シーズン1のエピソード1っていうところでね、つまりまあ最初の第1話なんですけども、まあ、そんなドラマの中のワンシーンに、まあ、主人公が初めてのデートで彼女に I love you って言うんですね。それ彼女がね、もう文字通りね、ドン引きしてしまうんですよ。そうか、早すぎたってことね。早すぎた、もうふざけてんのかなっていうぐらい、それぐらい軽々しく口にしちゃいけないよっていうね。なるほど、そういった意味で落とすね。そうですね。なんかあのまっちゃんがたまちゃんに落としにかかってるかと思ってちょっとドキドキしたのに。あ、なるほど、それはちょっと後半でちょっと僕落としにかかりますよね。おうおう、交互期待してください。交互期待、まだドキドキさせますんで。っていう感じで、まあ、恋人同士だったら、まあ、愛の言葉をね、投げかけて何がいけないのっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、完全にね NG ですね。あの I love you に関しては、まあ、アメリカ人にとっては、あの相手との将来を見据えて初めて発せられるとても大切な言葉なので、はい、じゃあさ、結構逆に言うと日本人の方がさ、まあ、例えば SNS とかさ、ブログとかでさ、何々愛してるよって結構書き込んだりするじゃない。そうですね。そういう意味ではちょっと日本人の方が軽く愛してるとかって結構言わやしないけど、なんか伝えたりするのは多いかもしれないね。そうですね、まあ、伝えることはね、とても大切だと思うんですけどもね、ちょっとね、言葉のね、あの意味であったりとか重みをね、もう一回感じてほしい。なるほど、とは僕は思いますね。さすが愛の伝道師。いや、ありがとうございます。まあ、そこら辺もね、なんでしょう、そのアメリカからちょっと学ばせていただくじゃないですけども、まあ、なんでしょうね、軽々しくね、やっぱりね、愛してるとかね、言っちゃいけないと思うんですよね。ああ、なるほどね、ちょっといろいろなんか重みのある言葉になりましたね。そうですね。まっちゃんが言うと重みがあるね。いや、ありがとうございます。なんかそう言っていただけると、あのとても嬉しいです。なるほどね。はい、はい、わかりました。え、じゃあこのコーナー終わっちゃっていいのかい。そうですね、大丈夫です。大丈夫なのか。他に伝わらないかな。じゃあ最後に、まあ、日本ではね、女性の友達として大好きとかね、言い合うことあるかもしれないですけど、ね、めっちゃ言うよ。もしもね、これを同じ感覚でアメリカ人の友達に I love you なんて言ったら、僕になんかすごい気があるんじゃないかとか、私のことあってな、すごい戸惑っちゃうんで、特に留学生とか、そっか、そうだ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 、いらっしゃると思うんですけど、周りにもね、いる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 。なんかさりぎわに I love you とか、なんでしょう、英語だったらなんか I love you って言いやすいかなと。そう、言いやすい、と思って伝えちゃうかもしれないですけど、ちょっと勘違いされちゃう可能性あるんで、まあ、そこはね、軽々しくね、言わないであげてほしいなって、like みたいな、I like you だったらいいってこと。そう、 I like you とかね、そういう言葉を使ってあげてほしいなっていう、なるほど、感じですね。わかりました。じゃあちょっとアメリカに玉川が旅行行った時に心に留めときますね。はい、そうですね、ぜひ、I love you はね、本当に愛してる人に言ってあげてください。わかりました。はい、あ、なんかズンってくる。ありがとうございます。はい、ということでまっちゃんありがとう。はい、イエイイエイ、愛の伝道師の、世界の愛の言葉講座でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで、はい、続いてはですね、2本目、玉川ありさの本音と建前、イエイイエイイエイ、始まりました。パート2帰ってきましたよ。お久しぶりです。お久しぶりです。ね、このコーナーね、結構ね、玉川が、まあ、いい子ちゃん症候群の玉川が頑張って本音を言っちゃおうというコーナーでですね、第2回目、またこれまた手汗握りながら話を進める形になるんですけれども、まあ、今回はね、まっちゃんがリスナーということで、まあ、まっちゃんをね、そうそうそう、聞いてどう思うかをちょっとコメントを返してもらえればなっていうふうに思うんですけれども、はい、今回ね、まあ、いろいろね、ネタをいっぱい仕入れてきまして、で、一つ目、
じゃあ話をしよう、うん、はい、よくね会社とかにね勤めてらっしゃる方はわかると思うんですけれども、はい、上司の方に私自身、まあ、私が、まあ、例えば部下だとして、ええ、私悪くないのになんで怒るのっていう時ありません、ええ、ありますね。そう、皆さんも多分あると思いますよ。そう、みんなも多分あると思うんですけれども、はい、まあ、その時のね、まあ、建前といたしましてはどうしてもやっぱり、はい、すいませんと、うん、以後気をつけますって、はい、やっぱ言うんですけれども、えらい、まあ、本音とするとさ、うん、なんで私なんておっと出たよ、関西地元の言葉出たよなんでうちなんて思いません？わかりますよ。でもね、うん、わかりますよ。そう、よくあるのが例えば、はい、その、まあ、実際に自分が悪い時ももちろんあるんですけれども、よくよくその怒られたところを点検してみると、はい、実は上司のミスだったりとか、はい、他の、はい、その前に頼まれてた人の別の人のミスだったりするわけ、はい、でそういうのをすごい怒られてたりとか私自身もしたことがありまして、はい、やっぱそうやって怒ってるといろいろ思うんですけれども、やっぱちょっとね、はい、見てほしい、上司の人も本当にこの人に怒って間違いないんかっていうことをさ、そうですね、確認ね、そうそうそう、要チェックしてほしい、要チェック、要チェックそうって思います。なのでちょっと怒る上司の方もね、怒りたい気持ちはわかるんですけど、はい、まず一呼吸置いて、うん、この人に怒っていいのかっていうのをちゃんと確認してほしいなっていう、そうですね、ぜひ玉川のお願いです。そうですね。怒られることあるからいっぱい。ですよね。まあ、怒る方も大変だと思うんでね。そうそうそう、怒りたい人も怒りたくてね怒るわけじゃないからね、ね、皆さんね。でぜひぜひそういう風に思っていただければなと思います。はい。はい、あとね、はい、よくあるのが、まあ、アルバイト先だったり、私の場合はアルバイトなんだけども会社とかで、はい、よく女性陣はねバレンタインデーで、うん、友チョコと言いますか義理チョコを配るわけですよ。いただきますね。そう、皆様にお配りするんですけれども、はい、まあね。で 2月14日か、はい、で3月14日のさ男性陣のね、ええ、お返しっていうのを、はい、やはり待つわけですよ。この友チョコを渡している女性陣は、友チョコなのに、そう、ほう、友チョコだったり、まあ、義理だったりね、なるほど、なんですけれども、はい、男性陣からなかったりするわけですよ、ええ、ほう、あ、ない、そう、チョコレートのお返しがあったりなかったりする、もちろんあるんですけれども、ある人もあるんですけど、それはありがたいんですけれども、はい、なかったりするわけですよ、うん、まあまあ、建前といたしましては、はい、まあ、そんなね3月14日にわざわざチョコレートくださいよとは言わないですし、はい、まあ、何事もなかったかのように仕事続けるんですけれども、はい、まあ、本音といたしましては、はい、いやいやいや、チョコレート欲しいなってあ、お返しくださいと、そう、お返し欲しいよね。そう、そうなんですね。そう、欲しいよ。なんでしょう、やっぱり友チョコとしてもらってるから、うん、あれ返すイコールなんか OK じゃないけど、え、違う違う、まっちゃんそんなピュアじゃダメあ、そうなんですか。そう、なんかね、そういう気持ちでさ渡してる人ってね、はい、女性人だったらわかると思うんですけれども、はい、本当に好きな人だったらちょっとねグレードとかが違ったりするわけですよ。なるほど。そう、あとちょっと本当に好きな人はそんな気軽な感じで入って渡さずに、うん、ちょっとこっそり、はい、お渡しするように何らかしらねメールを送ったりですとか、はい、まあ、ちょっと二人きりで会えるようなチャンスを頑張って作るわけよ、女性陣は、はい、だからやっぱお返しがねちょっとね、うん、こちらとしてもいろいろその、ま、上司の方なりなんなり喜んでいただけるようにいろいろ選ぶわけなので、はい、ぜひねそういった女性の気持ちを汲み取ってほしいなってめっちゃ思う。なるほど、うん、そこら辺はね男女でもしかしたら考え方が違うのかもしれないですね。そうだね、なんかそうっぽいね、今聞いてて思ったわ。なんかだからそういう意味でそう、まっちゃんみたいな人もね多分多いと思うから、はい、ぜひね、はい、お仕事先で、チョコレートもらわれた男性陣、はい、ぜひ返してあげてください。返してあげてくださいそうみたいですよ、なんかそうみたいですよ、返さないとまずいよ、うん、そうそうそう、ぜひお願いしますぜひ簡単なものでも結構ですんで、そうそう、はい、玉川のお願いその2になりましたね。その2になりましたねお願いになりましたね。そうそう、お願いになりました、もう本音だからね本音だからお願いするって、もうお願いしちゃおう。そうそう、で次、はい、よくね、まあ、最近歌を歌うっていうことでカラオケに行ったりですとか友人とカラオケに行かせてもらったりするっていうことがいっぱいあるんですけれども、はい、まあ、人によってだと思うんですけどもちろん、まあ、一緒に例えば二人きりまっちゃんと一緒に入ったと私がするとします、はい、でまっちゃんと、まあ、同じ時間な2時間じゃ歌いますねって言ってつけたりとかしてた時に、はい、実際にじゃあ歌うってなったら例えばまっちゃんがすごいテンションが上がっちゃって、はい、曲を5曲ぐらい一気に入れちゃうとか、ええ、あるじゃないですか。 あったとする、うん、そうだね、あったとする、たまにあるよね、あるよ、そういうことはあるよ、そういう人もいらっしゃるよねあるよ、うん、でそのまあ建前といたしましてはそれはね気にせずね、うん、まあ一緒に盛り上がるんですけれども、うん、本音としたらねやっぱり同じ時間共有してるんだからさ左右交代交代でさ曲入れようよってならない？わかりますね曲入れてえなってなる。そうですね、うんうん、2人で来てたらやっぱり交互ですよね。そう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 、うん、って思うからなんかね、うん、そういう子いるのよほんまに。
だからちょっとねその子もほんまに気をつけてほしいなと思っておっかないですね玉川さん。いやでも思うやん、なんか同じ時間共有してんのになんで私だけあの、こんな歌う回数少ないんやろとか、逆に言うと女の子からしたら私めっちゃ歌っちゃったわとかになったりとかするわけやん、ってことはちょっとそこはねあの互いにねやっぱ平等にしなあかんとうちは思うわけよ。まあそうですね、平等が一番ですね、そう平等一番、はい、間違いないです、ね、そうって思います。だからちょっとまあね友人別に友人に向けて言ってるわけじゃないんですけど、このラジオでちょっとギクって思った方はね、ちょっと左右な仲良くね、そうですね平等に曲入れてってほしいなって思います。あのそうですね、たまちゃんの前では決してノリが上がったからといってね、テンション上がったからといって連続で入れないであげてください許可取ってくださいね、はい、許可をそう許可を取ってねはい、でですね次あのねこれはねうち自身に対して思うことなんですけれども、はい、あのご飯屋さんに行った時に、はい、ご飯大盛りただでできますよっていうの、めっちゃいいですね、そうあれじゃないですか、はい、これって言われちゃうと、はい、ちょっと女性にもかかわらず玉川じゃあ大盛りでって言っちゃうんですよ、うん、言いますね、そう言っちゃうんですけど、はい、建前といたしましては、で本音とすると、うん、なんで大盛りにできちゃうんって思うわけですよお、うん、なんで大盛りにしていいのみたいな、いやそれはお店側のサービスですよサービスやけどさ、やっぱそう言われちゃうと、はい、やっぱ大盛り食べなあかんような気するし、頼んじゃうわけですよ、うんうん、頼んでいいと思いますよ何この冷めた感じいやそんなにあかんことですか、いやいやあかんやろ女性としてさこう、はい、まあ、何回もねラジオでねこう玉川のやつ聞いてもらってる人は分かると思うんですけども、痩せたい痩せたいとあんなにつぶやいてる玉ちゃんが、うん、結局大盛り食べとるやないかと、そうですね、うん、それはあかんやろって、うん、うちも思うんですけど、でも断る勇気がなくてですね結局食べちゃうんですよ、ほうで残す勇気もないんで、うん、全部食べちゃうんですね、えらいですね、結局平らげてねもうこんな感じになりましたわ、うん、なるほどね、なるほどねただねそこはねたまちゃんね断った方がいいよ、そうだね断りたいわその一択だよ、うん、間違いない間違いない間違いないよ、お店は悪くないよ確かにもう理不尽な怒りですわ、ここに関してはここに関してはただの怒りですそうそうって思います、はい、うん、はい、でね、はい、次、はい、まあ、よくあるんですけれども、はい、まあ、まあ人と待ち合わせした時に、ええ、何分遅れますとか言うじゃないですか、ええ、で本音といたしましては、あ、じゃあ建前といたしましては、はい、まあ、全然いいよって返すけど、はい、いや、やっぱりね本音としてはね、なんで遅れてくんねんって感じじゃないですか、まあまあわかりますよ、うん、ええ、なんで遅れてくるんやろってめっちゃ思うんですけど、あの実はよくよく考えてると玉川自身の方がめっちゃ遅れてくる回数多いんですよねまあこれも理不尽な怒りなんですけどそうですね、玉ちゃん、まあ、なかなか遅れてきますね、そう、基本ね今回ね松山くんと初めて MC をするということで、はい、ちょっとなんかまあ打ち合わせしようみたいな感じでね、はい、話をした時に結局、はい、玉川何分か遅れてましたもんねそうですね、ただその打ち合わせの中で一回ね僕ね遅れちゃったんですよ、うん、その時にやっぱり、ね、玉ちゃんめっちゃ怒ってましたそう、メールの文章めっちゃ冷たかったよね、めっちゃ冷たかったですね、俺怒ってんのかなと思いました、案の定怒ってました、うん、案の定怒ってた案の定怒ってました基本怒ってる時私メールの返し方あーっていう文章がつくんですよ、あーついてましたね、あーついてましたね、そうあーっていう時大概怒ってるんでなので皆さんもあーついてたら気をつけてくださいねそう、たまちゃんの場合ね、うん、たまちゃんの場合気をつけていただければなというふうに思います、あー、はい、まあ、なんかそうですね、そう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 、こんな感じでどんどん本音のコーナーが続いていってるわけなんですけれども、最後に、はい、松山くんに向けて一つ、はいはい、何でしょうか、まあこんなね真面目にやってくれてるんですけども、ええ、まあまっちゃんね、はい、その遅れることもあれやけどね、うん、もうちょっとしっかりしてほしい、しっかりしてほしい何の話なんかさ、はい、思っててんけど今回、ね、何トーク話しましょうっていうのになった時に、はい、まっちゃん何もね、何にもトークを出してくれなかったの、案を、なるほどね、うん、ごめんなさいもうなんかこれはね完全に本音建前とかなくただの本音なんですけど、ただの本音です、しっかりしてほしい、やべ建前突破された申し訳ないです、ちょっと、うんうん、気をつけてください、ネタ収集にね、尽力いたします、うん、うん、本当だよ、申し訳ないはい、ということでですね、玉川の本音と建前のコーナーでした、どうもありがとうございました、はい、はい、玉川さんありがとうございました、ね、この後ね普通に MC2 人に戻るってちょっと気まずさ半端ないね、そうだ、気まずさ半端ないです、めっちゃ怖いです俺震えてますからね今玉川さんに対していやいややめて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 、怖いわあ、怖い怖い怖いいやそんなことないよ、仲いいからね、仲いいですよ、仲いいですよ、本当は仲いいですよ、そう、仲いいからこういうこと言えるんだよね、そうですね、めっちゃ仲いいですよ、そうこれチャンスだな、うんうん、え仲良くからさて、ということでですね、来週の MC なんですけれども、え、私知らんかったんけど、はい、松山真嗣一人という、
なるほど。おお。ああそうなのか。そうみたいよ。君も知らんのかい。うん、頑張るよ。頑張って。頑張ります。え、しかもさ、私がやったようにオンリーなのね。オンリーですよ。おお、じゃあ一人30分間ぶっ続けでやる感じですね。ぶっ続けますよ。おお。なんかよくわかんないけどぶっ続けますよ。今初めて知ったけど。え、嘘でしょ。嘘じゃないですよ。マジか。じゃあなんか30分何を話すのかっていうのがね、またこれ皆様もね、聞いていただいて楽しみにしていて、はい、していただけるかなというふうに思います。はい、おお、頑張ってください。頑張ります。さてさて、そんなですね、素敵なまっちゃんなんですけれども、はい、なんかね、私まっちゃんとやっぱ MC 組むのが初めてっていうことで、はい、あの愛を伝道したいっていうのはよく聞くんですけれども、はい、まあそれ以外のなんか別の夢とかってあったりするんですか？そうですね、あの愛の伝道師にちょっと直結するのかわからないんですけども、うんうん、まあちょっとね、夏休みの宿題やってない僕が言うのもなんなんですが、おお、なんやな、あの社会科の勉強とかでね、ほう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 、まあ、貧困な子供たち、うん、あの食べ物食べれないとか、うんうん、あの言葉も書けないとか、うん、言葉も喋れないとか、うんうん、字が書けないとか、うんうん、っていう子供たちのために学校を建ててあげたいなって思ってます。なんかめっちゃいい、よかったやん。いやー、ありがとうございます。ただ漠然としてるんでね。いや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 、素敵ですよ。いや、今でも思ってますよ。おー、うん、じゃあその、まあ、具体的にどこで建てたいとかっていうのは考えてたりするんですか？そうですね、うん、ですね、うん、やっぱり僕あのその人に聞いた話とかだけだと信用できないわけじゃないんですけど、やっぱり自分での目で見てとか肌で感じたものが一番だと思ってるんで。なるほど。社会科の本で見たにもかかわらず。そうですね。そこに関しては、そこに関しては百聞は一見にしかずで。なるほど。まあ、社会科に関してもね、見てるんでね、自分でね。確かに確かに、ほんまや、見てるね。見てるんでね、写真を。当たってるわ、ほんまや。なので自分の足で行ってこの場所に建てたいっていうのをね、自分で決めたい。なるほど、はい、へえ、いいじゃない。ありがとうございます、うんうんうん、ちなみにあれですよね、うん、玉川さん旅行大好き、うん、大好きですよね、うん、だったらその、まあ、提案の一つなんですけども、うん、あの僕あの海外にそうやって、うん、多分これからあの行って、うん、自分で確かめてきて、うん、あ、ここに建てるんだっていうのを決めてくると思うんですよ、うん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 、そんな時にやっぱり一緒に行ける。いや、ごめん。え、あの行けるかななんて。いやいや、ごめん。そうですね、うん、カンボジアとか。あ、ごめん。ね、ごめん。あの日本のすまん。あ、ほんまにすまん。いや、その気持ちはちょっと受け取れん。あ、そっか、受け取れんか。そうか、うん、あのじゃあちょっとあのそこのあの木場の近くにあるイトーヨーカドーまで。 あ、それもごめん。それもごめん。マジっすか。マジ。どういうこっちゃ、どういうこっちゃ。仲良くなったのにね。仲良くなったのに。どういうこっちゃ、嫌われてんのかな。いやいやいや、そんなことはないけどさ。はい、伝道できてますよね。いや、うん、あの微弱ながらね、今回受け取ったよ。あ、微弱ながら。あ、やっぱり笑いながら微弱ながらってのどうかと思うんですけど。確かに確かに。なるほどね。めっちゃいい、ね、笑顔でね、うち多分映ってるはずなんで、ね、そうですね、ユーストリームがね、素晴らしい笑顔ですよ。僕からしたらちょっと怖いですけども。何震えとんねん。怖い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 。今後ちょっと微弱からどんどん中強と。あ、そうだね。はい、頑張っていきますよ。じゃあ今度まっちゃんと松玉コンビで組んだ時か、はい、じゃあ運よかったらイトーヨーカドーでじゃあ合流した時かな。そうですね。牙のね。ありがとうございます。どっちかかな。ありがとうございます。そうですね。そうね、わかりました。これから伝道していきます。お待ちしております。はい。僕ら実は仲いいから大丈夫だよ。皆さん心配しないでね。心配しないでね。さて、今週の MC はカメレオン女優玉川ありさと愛の伝道師松山真嗣でした。バイバイ。バイバイ。仲いいから。